お疲れ様です。ラットです。というわけで今回もね、クラッシュライラやっていくんですけど、今日はですね、こちらサブアカの方の、まあ、グラチャレですね。はい。残り、まあ、参戦すれば12勝なので、こちらをですね、こちらのホグデッキでやっていきたいなと思います。最近ホグとか、なんかね、迫撃とか、迫撃はあんまげないか。でもホグデッキよく上げてるんですけど、またね、別のホグデッキになります。で、雪玉5。これがね、今の時代かなと。いうとこですね。まあ、バルーンはちょくちょくでラバが多いっていうので、ただマジアチャとかに対してファイブが刺さるのと、まあ、雪玉が全体的に空にも刺さるっていうので、このデッキ前にもね、ちょっとあったと思うんですよね。ファイブの枠がタルババだったり、ファイブが、なんかね、アイスピだったりっていうので、結構ファイブの枠は自由なのかもしれません。でも、マジアチャがね、多いっていうトルタイだと、ファイブの方がいいかな。で、マジアチャとかいないなら、アイスピとかでもいいと思うんですけど、やっぱり、あれっす、あの方がめっちゃ多い今日。ウィザードとか、ネクロとか多いなっていう方も、ファイブはね、全然優秀だと思いますので、まあ、この形でいいんじゃないでしょうかなと思います。で、相手は、これ、スケルトンラッシャーマン説がありますね、これ。スケルトンラッシャーマン説がありますね。さあ、おい、え？今なんか、反抗したね、ホグが。で、スケラに対しては、というか、まあ、基本的に攻め迫でどんどん攻めていきたいですね。なんで、今僕、ホグライダー飛ばしたんですけど、正直飛ばさなくてよかったかなっていうのはありますね。はい。で、まあ、スケラの受けは、まあ、ファイボと雪玉は、非常用ですね、雪玉は。で、基本的に、まあ、コウモリで防衛するんですけど、多分、コウモリで防衛した瞬間に、ポイズン打たれるんで、まあ、その、打たれる瞬間ぐらいに、やっぱ、ホグであったり、まあ、攻め吐くかな？トルネードがあるっていうので、攻め吐く、安牌かな？これ、コウモリで下の方受けつつ、ベビドラと上の方のスケラをね、バルキリーで受けていきます。で、相手は今、こう、攻め取りで使ったんですよね。なんで、こう、相手がコストを使った瞬間にこういう感じで迫撃とか、まあ、ホグ、まあ、トレネだったらホグでもいいか。押さえてあげると、こうダメージ稼げますね。で、多分お互い4コス4コスぐらいだと思います。で、トレネ咲いたんで、そう、ホグ飛ばして、よいしょ、まあ、ダメージ受けてしまうものの、やっぱ相手がこう攻めてきた瞬間に、こっちも攻めてあげれば全然ダメージ入りますので、で、スケレに対してはま、11にしちゃえば若干有利みたいなところは、まあ、ないこともないですね。よいしょ。さあで、後ろからマスケ裂いても、ポイズン打たれるんですよね、左サイドだと。なんで、右サイド、まあ、攻めつつの形を作っていきます。これも止めてあげて、ここで、コウモリで処理しつつ、まあ、攻め吐くかな。こう攻め取るにされたんで、ここ、守れるかな。このベビーワンチャン守れますね。よいしょ。さあ、で、迫撃をいい感じに守られると、こちらとしては辛いんですけど、マスケットが入ってますね。オッケー。はいはいはい。で、もう右側は、もう正直ファイブ雪玉圏内ですので、ここ左側攻めていくよと。で、まあ、トルネでマスケット処理されるけど、マスケが一発ってことによって、これしかもボムターンもないんで、結構入りますよ。はい。で、次のファイブドトスに雪玉で回しつつ、で正直ここのスケラー捨ててもいいと思いますね、僕は。まあ一応ね、適当に、まあポイズン打たせてる程度の感覚で、で、ホグ飛ばして、こっち落とすでしょ？はいはいはい。オッケー。ダメージとしては、まあ全然ね、こんな感じかなと思います。で、攻め吐くをやっぱ飛ばすのは大事ですね。攻め吐く。これボムターンなくなった時ぐらいに置いて、相手はアイスイーツとナイトとかだと思うんで、よいしょ。ここさえね、正直処理してしまえば、相手は逆にこの迫撃の受けがきついんですよね。よいしょ。オッケーオッケー。ここにボープを咲いてくれるならば、次のスケラ打たれてもね、コウモリで守れるし、まあ、とりあえずホグ飛ばしますか。ファイボー打ちたいですけどね、アイスイーツとかに。で、ここトルネですね。行っちゃっていいっすね。正直。で、まあ、なんかで受けてくるでしょ？はい、はい。で、ここでベビドラ処理しつつ、で、マスケットをこっち側にね、出してちょっと攻めにつなげたいですね。内側のスケラー、スケルトンで内側のスケをね、防衛して、よいしょ。これちょっと、これ5打っちゃっていいな。外側バルキリーでっていうイメージですね。よいしょ。これも、あー待ってごめん、エーマーが悪い。で、マスケットも一回ポイズン打たれないようにこっちサイドにして、正直これはこの瞬間にやっぱポイズン打たれるんですね。打たれるんで、一応守るんですけど、こんな感じで攻め吐く、置きたいですね、僕としては。
で、そろそろファイブ削りですね、これ。さあ、問題はこっから耐えれるかどうかみたいなとこありますね。あれさえ壊したいっすね。よいしょ。相手めっちゃ攻めてきてる。オッケー。全然いい、全然いい。これは正直ダメージ抑えれてるんで。あ、これはやばい。ファイブ削りか。もうファイブ行き。ファイブ行き。よいしょ。で、真ん中ベビーぐらいの、と、もう攻め箱を置きまくっとけば、相手も、よいしょ。で、ホグで攻めるでしょ？相手は攻め取るにしたいし、攻めポイズもしたいけど、ホグ出されたことによって、これが一発、うらぁ！来たー。よいしょ。そうっす。相手がやっぱこう、なんて言うんすかね、攻めのポイズン、ほぼ必須なんですよね。僕のコウモリに対して、まあ、または攻めトルネード。なんで、まあ、相手がそうするタイミングでですね、やっぱコストを割いてしまうので、やっぱ相手が攻めてたタイミングで、同じタイミングでこう攻め吐くであったり、攻めホグを飛ばすと、相手は最後ね、うまくポイズンとかトルネード打てれませんので、打ってきたら打ってきたで、やっぱダメージ受けちゃうんですよね。僕もやっぱコウモリしか出してないんで。なんですけど、結局僕のユニットも飛ばしてるわけで、相手はコストないんで、もうお互いにダメージが入るって感じになりますね。で、相手がちょっとスペル、打つのやめたら、相手の防衛ね、完璧に抑えれますし、という感じで、最近すごい言ってる。ホグ動画の時いつも言ってるんですけど、ホグのコツとしてやっぱ相手が攻めてきた同時タイミングで、まあ、攻め返すっていうのが大事になってきますね。なんで、こう、まあ、相手が攻めてくるなって感じた時に、はい、来た動画潰し、ありがたいんですけどね。相手が攻めてきた同時タイミングに、っていうかまあ、なんて言うんですかね。攻めてきたらどうするかっていうのはもう決めといたらいいですね。例えばこのタイミングで相手がベビドラスキャラ来たらもう捨てるのか、それともベビドラは端前で吐く息で止めてみたいなことをこうイメージしとくと、こうすごいね、やりやすいかなと思いますね。よいしょ。もうまあありがたいんですけどね、正直ゴールドなかったんで、ここでグラチャで12勝できるのは正直ありがたいんですけど、まあ戦いたいよね、動画撮ってるんで。はい。というわけで、もうこの辺ちょっとスキップ全然ね、もう、まあ、試合にはなってないんですよね。よいしょ。いきます。ラスティングね。ラスティング。今の人何だったんだろうね、デッキ。あ、スケラか。そう、だからもう多いんすね、このスケラが。まあ、このスケラが多かったら、まあ、ポイズンでもいいかなとはなるんですけど、やっぱりあれっすね、ポイズンにしちゃうと、マジアチャですね、結局はマジアチャ。だってホグプラスのファイボのノックバックが強いんですよね、雪玉も。こう、まあミニペッカーとかでホグ押さえられるときに、攻め雪玉、攻めファイブ打つと、やっぱね、他のユニットがノックバックして、ホグがね、いつもより一発二発多く殴るんで、まあ、ホグデッキならやっぱ雪玉であったり、ファイアーボールがこう、攻めでね、スペルどんどん打てますので、ダメージ稼げますので、まあ、ポイズンよりはっていうのになってきますね。という感じです。まあ、正直、まあ、むずいっちゃむずいんですけど、相手がもし施設ある場合だと、まあさっきも施設取るんだったんですけど、まあ施設、もうさっきの攻めはね、ちょっと僕も若干適当気味あったんですけど、1戦目攻め迫撃で相手の何かを引き出したいんですよね。まあどっちかだった場合ですけど、こう相手がトルネードを持ってるならば、ホグを飛ばさずに迫撃ばっかで攻めれば、相手はトルネード腐りますし、まあそこにね、ユニットなんかにトルネード使ったら服が通るし、みたいな。まあ基本的に攻め吐くからリズムを作っていきたいですね。相手にこう防衛施設、ボムタワーがある場合とかも、こう攻め吐くから攻め吐くからで、攻め吐くにボムタワー使ったら逆サイド服通るし、みたいな感じで、ホグホグっていうよりは、結構迫撃メインなデッキかなと思いますんで、こう攻め吐くからまずね、こう意識していいと思いますね。攻め吐くして、相手が対応してきたのはマスケで回収して、まあ、それにバルキリーとかつけてホグ飛ばす。または、小さいので回しつつ、もう一回攻め吐くするみたいな。攻め吐くからのまた攻め吐くですね。相手が施設プラストルネードだった場合とか、さっきみたいな感じは、普通に施設、迫撃で攻めて、もう2周目の迫撃で攻めたりしてもいいかもしれませんね。結局トルネードで吸われてしまうんで、よいしょ。っていうのを意識しつつ、ラスティング、花さんね。よろしく。何語なんだろうね、これマジで。よいしょ。さあ、ダクね。ここはまだトルネあるかもしれませんし、一回ね、防衛から入っていきたいと思います。デリゴル来たら、
迫撃からの速攻5落ちたいですね。あー、これまあ池田までいっかな。このマスケは絶対残したい、俺的にはね。よいしょ。正直今バルキリーねじ込めば守れた説はまああるんすけど、一回待ちましょうか。ダクネインドラバですね。これはラバ、これはラバだろうと思います。攻め役からいきますね。まずでボムタワーかなんか出るんじゃない。雪玉でしたね。雪玉リガ、これね、こっちのダクネを処理しないといけないのが若干厄介ではありますね。よいしょ。これファイボで美味しくいただきたい。美味しい、めっちゃ神エイムじゃない。これ大事っすね。あのラバに対してラバをちゃっちゃ溶かした方がいいですね。なんかラバちゃっちゃ溶かして相手のこうラバが破裂した同時に今みたいな感じでね、ファイボを合わせれればめちゃくちゃ美味しいかなと思います。でこれ4個作撃置いてよかったかもっすね。ちょっとアド取れてると思うんで、まあとりあえず、あートントンでしたね。これにボムタワーか、あーオッケーオッケー。これちょっと雪玉使ってまでこれ延命してもいい気がしますね。オッケー、このポイズンしかも美味しいですね。どうせ次僕の方が高回転なんで2周目マスケ回ります。で雪玉ポイズンかなんでコウモリがちょっとやられちまうんすけど、これ逆サイいきますか。逆サイってまあとりあえずつけつつ、ここ攻め迫でね攻めていきたい。しかもラバとババダ使ってるんで、多分この迫撃の受けがないんですよね。オッケーオッケーオッケー、まあ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 。でここマスケでこっち処理しつつ、こっちね処理していきたくて、このマスケットは僕としては延命したいですね。はい。でここコウモリとかで竹取ってオッケーオッケー。でこの瞬間ぐらいに一回ホグ飛ばすことによって相手はね防衛しないといけないんで、このホグライダーをオッケーオッケー。でこっちのこのファイブか雪でもよかったですけど、よいしょ。さあこんな感じで結構もうボコボコですね。あと202はファイブで落ちないっすね。よいしょ。まあ守れば勝ちなんでという感じで、まあ相手ゲームオーバーですね。まあやっぱ左右に振ることもできるっていうのがまあ強みではありましたけど、よいしょ。ほい、なんか余裕ですね。最近なんか昨日の動画かなっていうか、毎日グラチャで12勝1回ぐらいしてる気がする。昨日はメガナイトスケバレで12勝して、しかも無敗だったっけ、覚えてない。無敗じゃなかったかな。でも今回はなんかいろんなデッキ使って無敗。グラチャでちょっとあれっすね、ぬるくなってる説がありますっていうか、ラバが多いんで、ラバメタデッキ使っとけばグラチャで結構勝てますね、真面目に。というわけで、こちらのホグデッキ、皆さん、よければお使いください。なんか無課金動画ね、たまになんか無課金おすすめって言ってるんですけど、レアってやっぱ集めるの難しいらしいですね。はい、ウルトラないんですけど、レア多いんで若干むずいかもしれないんですけど、よければね、皆さん、序盤に出るカードばかりなので、お使いください。というわけで、終わりにしたいと思います。チャンネル登録、高評価ね、ぜひお願いします。では、コメントも待ってます。